疲れ様です。お疲れ様です。じゃあね、行きます。ここにいるみたいに、ね、社長が。まあ行っちゃうよ。はい。商標権の絡みどうやってんの？マジって。そうですね。もう裁判ですもんね。裁判問題だよ。法廷で。裁判所でやりましょう。法廷でやりましょう。はい。じゃあこれ。ああ。グリー。グリー。じゃあ行ってみましょうか。はい。ちょっと面白そうな企画があるということで、はい、もうあのつまらなかったらやらないですか今あの職人道場に、はい生徒が来てるんですけど、はい、講師として応援に来てくる、はい、講師として来てるのか講師として来てる、はいはい、うっちうっちいつも塗り替え道場さんの YouTube の大ファンで、はい、最近僕出てなくてあいつばっかなもんつまらない知ってますもう知ってますいや、ます、もう必ず見てるまだやっちゃいますやっちゃいましょうやっちゃいます泣きますよ、僕本気で本当にもうやらせなしですね、はい、なしで僕本当にもう無事でいいですか何を言うかそうしたお願いしますこのためにハルバル4時間半も新幹線乗ってきました栃木ですけど大丈夫ですかって栃木ですよね大丈夫ですよって書いてすぐ近くみたいなイメージだったんですよ新幹線行くって東京で行くかなと思ったんですけどこっから2時間かと思ってあ、こういうことねと思って電話でめっちゃ電話しましたもんね栃木ですよ、小林さん栃木ですよね、大丈夫ですよ隣ですよね、みたいな隣ですよね、みたいな感じですけどやめてましたからね職人道場のちょっと紹介じゃないですけど僕らはまあ塗り替え道場でちょっと商標権で来年ぐらいから多分争うつもりですけど、はい、まあ一応今書類を集めてる状態なので何かこの職人道場さんっていうのは何をやられてるってことなんですかまあだから短期間で、はい職人を、まあ、見て覚えろ、はい、でそこから現場で覚えるってことはやっぱり無理なんだと、はい、そのね掃除やったり片付けやって現場っていうのはやっぱできることをやる場所、はいできないことを教えてもらえないそれはもう先輩のもう感情残業に左右されてあそうです、ね、お前掃除じゃなくて教えたったら残業になるとか、はいはい、結局それで新人は入ってきたら残業しなきゃいけないみたいなルーティンに陥ってて、はいはい、そうじゃなくて、まあ、でもそれって多いですよね多い、まあ、特に雑用係になっちゃうもんね新人ってだからそうじゃなくてそうじゃないところで教えて、はい、現場で新人を連れてくこの上司の人は給料上げてもらえるわけでもないあ、まあ、そうですね、育てて、まあ、そうですね現場の負担を減らすことによって、はい、あまあそうですね教え側にも、まあ、ある程度1ヶ月基礎をつけてきて来られると教える先輩もある程度これやっとけよっていうのに頼めるし頼む、まあ、すごいどれぐらいの期間ちなみに1ヶ月間約1ヶ月間でかなり外国人でも、はい、もう日本語も、はい、その細かい道具から、はい、全てにおいて喋れるようになるしね、はい、相当楽だ外国人も来るんですか来ますで基本的にはその企業さんから頼まれてるんですね。要は、まあ、例えば視聴者の中でも会社さんで、まあ、うちちょっと社官たまにちょこちょこ仕事出るけど断らなあかんでとかだったら1ヶ月修行をちょっと扱ってねみたいな感じで、はい、これ1ヶ月でできるのかあの花びらがこれもこれは違いますよね、さすがにこれ私すごいこれあの面白いよね、はい、ディズニー入りすぎとかこういうところじゃないですか、まあ、塗装でもそうだけど、はい、こういうところまでしっかりと一人で収めてこれるようになるんで一人にはできるところかあそういうことね大根の辺カットですよねでもなんか本当に昔の職人の単価とかも良かったし多分今って本当にまあギリギリでなかなか人を育ててあげられる、まあ、僕らの商売でもそうですけどないじゃないですか。もうじゃあ今金になることやらせるっていうか、ただひたすら片付けだけ、ザラだけ運んどけとかになってくるじゃないですか。どうしても。で昔はまあある程度20人をまあ30人で終わらしても別に金になるで、まあぼつらぼつら休憩もゆっくりとか、今は本当休憩する時間もないじゃないですけど。本物だと思って。今で休とか邪魔しないですよ。でちょっと本当にそんないい話してるのにドキハンでいいですか大丈夫ですかやっちゃいましょう泣きますよ本当にやっちゃいましょうそれかもうその生徒さんに僕も殴らないですかくださいよそしたらピクアンボじゃ勝てないですよじゃ行きましょうか、はい、どんぐらいまで行きますいやもう結構ガシガシ行きますよまさかもうキャーンですよ
まあ、俺撮ってもらえれば。ちょっと面白そうなんで。なんかはい、じゃあ先生の腕振りとか、なんかあるんですか、なんかそういう。じゃあ対決とかあるのか、じゃあ一緒に、パカンやってみて。あ、パカン見たいですね。あ、はい、わかりました。パカンと何の講師なんですか塗装です。あ、僕と一緒か、パカンの。はい、で、サガンの講師。まあ、そうなんですけど、俺、プラヌシコの対決したいです。おぉ目あ、行こうか。はい、それでは、エントリーナンバー1番。講師の長口です。長口ちゃん。はい。エントリーナンバー2番、ジェビデソディです。何で内山くんでしょ内山くんでしょ内山です。社官の、まあ、講師なんですね。あ、だから塗装の講師だ。メインの塗装で。で、まあ今、社官の方の、講師もやっとると、はい、で、こちらもう全部はい、床もクロスも床もクロスも全部やります女性ですよねはいそれ全部やれるんですか全部やりますで、職人歴もあるんですか職人歴は盛んで、親方ずっとやってますマジですか、まあ、ちょっと僕、邪魔するのが仕事なんでちょっと待って視聴者の皆さん、はい、こっちとこっちで対決ですね、はい、で、何をやられるんですかちょっと僕、仕事のことが全然わからんもんこれのことしかわかんないですよ。材料を塗り付けて、材料を塗り付けた後に模様をつける。模様、まあ採点は僕の基準でいいですか？はい。まあ僕の基準だとやらしいとかだったらちょっとポイントないです。ああ。すごい。まあヒントとして。はい、じゃあとりあえず5分前でいいですかじゃあ。用意スタート5分で。はい。5分以内。よーい。スタート。で僕は1分2分で切りますんで。お、早っ。結構早いね。先生、早っ早っやばい、これ女性だからねすごいっすねこれ手つき見て今までから持ち方変わってた内山君も地味に頑張ってる頑張ってるちょっと体大きいでくるちょっと狭いところですね、まだちょっと狭いからいやでもめちゃくちゃ早いやすごっお、2回目っすあ内山君全然やあー、全然全然だよ、内山君すいませんもう先生かやばいやばい、俺が喋っとったらもう講師がやばい、はい、女性やばいなこの手つきの手つき高校の時に鉛筆回す女の子みたいな鉛筆回す女の子みたいな材料つける時もすごい綺麗すごいねあ気持ちいいあ、でも内山全然大丈夫いや、でもあれだねちょっと息が上がった息が上がったもう塗り終わっちゃうんですね先生終わっちゃう角もめっちゃ綺麗ちなみに今1分まだ37秒早い約2分ここからガラまでつけるんですねそうですね多いんだね5分はぁちょっと粗めで残したそういうことうわすごっあそういうこと料亭みたいなエロいわ手つきがちょっとピーじゃないこれピーっすねでてまさか見えないですまさか視聴者またコメントでアンチコメントあるねお内山君がちゃんと後ろ気になっとるぞ焦ってますね今2分16秒どうしようおっ内山くんもうほぼ無視状態だけど今もうモードに入ってますねうわすごいなこれ技術がすごっこれはすごいわ本当にね塗装とまた違う世界だねアートですねこれアートネイチャーダルガイドネイチャーやちょっと下手に動画出たらちょっとつまらんわうわすごいあ柄が違うんだ。ああ、違う。いや、これはすごい。やばい。うち。俺はうちめっちゃ大きなしてますよ。もう飲みないやお前。うち。お高いやうち。これはもうちょっと高いよ。あ、さらに。すごいな。先っぽ見て。手だね。全部に動いちゃって。やらしい先生これなんかあれですねすごいな対決なんないなうちゃんが
腹太ってるだけじゃないの、おいちゃんは。やめましょう、それ。腹太ってるだけじゃないの。やめましょう、うちは。ちょっと冗談だからね。びっくりしちゃうから、びっくりしちゃう。びっくりしちゃう。カメラありますね。疲れとるか、疲れない。うち疲れない、全然。ダメやん、お前。ただ太ってるだけやん、講師なのに。まだ2分だよ、あと2分だよ、あと2分だよ。奥さん、あと1分、あと1分時間がまだある、あと1分、あーちょ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 、もう見たい、見たい、いやいやいや、ちょっとあんま気分悪い、あ、マジ本当に、あ、本当怒っちゃった、本当怒っちゃった、あ、疲れて、マジ怒っちゃった、いや、とりあえずちょっと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 、うわ、これ絵描いてる、絵描いてる、何これ、何これ、え、なにこれ、こっち見ると見えへんな、なんか絵になってますよね、これ絵にしてます、え、完成ですか、そうですね、あと15秒、15秒か、あ、15秒やばいっすね、こっちですね、お、また、落ちた、落ちた、はい、お、とりあえずとりあえずね、もう視聴者の皆さんももうちょっと何がないのかよ、いろいろすごくて、いろいろすごくてすごいなあ、あ、葉っぱやん、葉っぱっすね、あ、なにこれすごい、あ、竹、ね、あ、なんだこれ、世界時計になってる、これは世界のお話だ、ごめんなさい5分28秒だけど、まあ約5分だね、はい、これ見て映しますね、これ映すけど視聴者の皆さん、あの、どうなったらどうなったらって対決だったよね、これ確かみたいないや、これはすげえわ、これできるようになるからね、え、1ヶ月で、これ1ヶ月できるようになるんですか、まあ最後、最後頑張ればここまでいくか、うん、その5分ぐらいでできちゃうんですか、竹とかだったら全然すぐできる、へえ。葉っぱもそんなに難しくはないんで、これもう葉っぱだもん、その土でしょ、そこは、ここのそこは土だろ、まあ、そんなことより視聴者の皆さん、中山くん、どこ行っちゃいました、ちょっと怒っちゃったね、ちょっと怒っちゃったですね、いや怒っちゃった、どうしよう、まずい、ちょっと行った方がいいですか、本当に怒っちゃいましたね、まあ、謝った方がいいですか、先生、まあ、一応カメラ的にやっていきますね、視聴者の皆さん、チャンピオン全然本当に怒っちゃった、いや、まずいよ、これ、また人的に回しちゃったんですよ、多分慣れてないですね、僕らじゃないもんね、社長、ちょっと言い過ぎたね、まあ、ドッキリで、あ、社長が行かないな、ドッキリで食べようとしたもんねね、ぜいあ、お疲れで、授業じゃない思っちゃった、ごめんごめん、いや、俺ね、実はこれドッキリなんですよ、あ、そうなんです、社長がもう行ったから、めちゃ怒った、ちょっと結構めちゃめちゃ怒ったよね、もう途中でやめてますよ、怒っちゃった、すいません、いや、全然もう気にしないです、大丈夫です、加山さん、はい、呼んでくださいよ、お酒ありやみたいなやつか、まあ一応じゃあ絵的にちょっと僕の頭殴ってもらっていいですか、すいません、ダメじゃねえよ、お前よ、もう何が何だかわからないこれ何みたいなこれドッキリですねただ怒りの感情はあるまあちょっとね、怒っちゃったで、あれだけど最後にちょっと締めたいですね、まだ全然許されてない、全然許されてない、ごめんなさいね、ごめんなさい、ごめんなさい、石山くん、どれいいかな、ちょっとむっちゃいいからじゃん、俺これちょっと怒ってたでしょ、本当にもう殴ったんだ、いやそんなのすごい怒ってたんですよ、もうなんか俺も超機嫌取ってるからね、大丈夫大丈夫、前の勝者は一応ね、こちらでお願いします、はい、気まずい空気感、空気感が気まずい、これはなんかピリッとしてる、なんかすいません、本当にごめんなさい、最後これでまた見てお願いします、はい、まあ、今回はちょっとドッキリで、サムネではドッキリ切れさせるみたいな感じだけど、切れすぎて外に出てっちゃいましたチャンネル登録といいねお願いします、お願いします、せーの、また見てね、オッケー